はい、こんにちは。札幌7位美容師の山口元です。今回は、美容師さんより上手に切る自宅で切るカットの方法をお伝えしたいと思います。はい、今回これ100均のハサミです。100均のハサミを今回使っていくのと、バリカンは2000円ぐらいで売ってるやつで全然いいので、100均に売ってるこのカチューシャを使います。以前のね、動画もちょっと見ていただければ、自宅でパーマかけるとかそういう時に使ってたカチューシャなんですけれども、この金のカチューシャ、これを使います。はい、これだけです。これで美容師さんに負けないボブをカットするっていう方法ですね。あとダッカールがあればできます。その前にドライカットで切った方がいいですよ。濡らしちゃうとですね、実際の癖がわからなくなっちゃうんで、乾いた状態で皆さん切ってください。もみあげとここ延長線のところ、ここは上にストンって上げます。それだけでいいです。余計なことは考えなくて大丈夫です。ここをなんか止めといてください。こういうのでね、もみあげの延長線上、横に引っ張ったところの延長線上、こう上にストンって上げてください。ここを取ります。あとこのウィッグちょっと段が入ってるから、僕難しいかもしれません、綺麗な僕作るには。1個注意点があります。これ目がちゃんと揃ってるか確認です。これがね、可燃ですからちょっと動きますから、目が均等に揃ってるかなっていうのをこれ確認してもらって、はい、こういう風に頭の丸さに合わせてください。こういう感じです。止まらないとダメです。止まるぐらいにしてください。いいですか。反対に使います。このままギューッと持ってきます。ちょっとね、テンション強めにしたいんで、少しこの形状を小さくします。コーミングし終わったら、一回ちょっとコーミングしますね、このままね。これでコーミングします。このような感じで。丸さを作っていきますね、コーミングで。先ほどコーミングしましたが、カチューシャでも一回コーミングしてください。そしたら、はい、このまま、ここちょっとポイントです。地を押さえます。いいですか？首輪を作ります。本当に簡単なんで、これ一回覚えたらマジやばいです。でも、皆さん、美容師さんちゃんと来てください。これで綺麗に切れたとしても。ここで首輪できてますよね。確認は、水平かどうかです。バリカン使います。でバリカンでこれウィッグなので、人間の肌じゃないからなかなか奥まで入らないんで、ちょっとなかなか切れないんですけど、ちょっとやってみますね。歯はこうじゃなくて、いいですか、こうじゃないですよ、こうですよ。皆さんこの後もね、すごい今すごいバリカンを使った切り方があるので、ちょっと楽しみにしてください。ここはね、なんだよって感じだと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。まだすごい方法があるんで、美容師さんでも切れないカットラインが出すバリカンの使い方っていうのがあるんで、それ一般の人に教えます。自宅でもね、なかなか切れないと思いますからね。人間だともっとね、ささって切れてるわけですよ。こういうウィッグ硬いから歯が奥に入らないんで、え、こんな切り方でいいのと思うかもしれないんですけど、実はボブって結構ここで切るの結構綺麗なライン出せるんですよ。実は美容師さんも知ってる話なんですけど、持ち上げちゃうと逆に段が入っちゃってボブ作りづらいですね。はい、こんな感じ。これでとりあえずここのボブのラインは作れました。意外とカットってね、余計なことしない方が手に切れます。ここが検証してるんで大丈夫です。で、このまま溶かします。あくまでも下がこっち、歯が上っていう感じです。で、このままストーンってまた持ってきます。いいですか。このまま自然に持ってきて、ここはねちょっと横が難しいんですけどね、バックのラインと合わせていきます。これ少し前下がりに今してるんですけど、何回かね切らないと、細かいのは後で皆さん切ってください。はい、そしたらここ横のライン、ここでちょっと前下がりにしております。はい、このような感じに前下がりが作れました。まあ、綺麗なね、これは今できてるかなと思う。こういうところは後で切ればいいんで、こちらも同様にこのままシューッとやって、これね、ほんとぶっちゃけ結構綺麗に切れちゃうんですよ。だからあんま教えたくないんですけどね、多分もう怒られちゃうと思うね、美容師さんに。で、ここをまたね、このね、まだね、これの先があるんでね、もっとすごい方法が、ちょっとこれウィッグ薄いからね、それできるかどうか分かんないですけど、はい、これで決まります。超簡単ですよね。これ100均のハサミですからね。これ100均のハサミで、あとはここね、ここちょっと長さが左右ね、これ合わせてください。皆さんこう持ってきてね、お子さんでも、いいですから、お子さんの髪でもこう前に持ってきて、ここでチョキッと切ってください。これ100均のハサミなんで、皆さん同じことできると思います。はい、美容師さんはこうやって切りますけど、これ難しいんで、下に引っ張って上を引っ張ったところ上、こうやって切るので、でも全然いいですから、これで大丈夫。はい、OK。で、ですね、次が、一番襟足から指4本分、いいですか、指4本分のところを横に取ります。いいですか、指4本分横に取ります。
下から指4本分横に取ります。まあ大体ねこのぐらいです。指4本分です。ここをですねまた別で切るんですけれども、なんで切るかっていうと、ここね伸びてきた時に LH 出ちゃうんですね。そうすると僕があんまり綺麗じゃないので、じゃあどうするかっていうと、ちょっと下向いてもらってですね、こういう感じですね。そしてまたカチューシャ使います。であんまりやると上の毛ね取れちゃうから、このままキュッと押さえるだけ。さらに1センチ切ります。これねしっかり押さえた状態でさらに1センチ切ります。中がちょっと短い感じ。じゃあ上と下つながってないんじゃないかと思うんですけど、別に大丈夫、つながんなくても。はい、そこまで求めるなら美容師行ってください。全然いけますからこれで、長さ同じになるように何回かこれねちょっと引きつけて、人間だともっとスムーズにいきますから、こんなに苦戦しないので。はい、そしたら皆さんもそぎバサミとか持ってないと思うんで、大体ね美容師さんが教えるやつってそぎバサミも使っちゃったりとかしてるんで、あんなそぎバサミいいやつ持ってないですから、そぎバサミなんか使わなくて大丈夫な方法を教えます。で前髪の後にちょっとすごいやつやりますね。で前髪どうやって切るかっていうと、はい、指3本分この鼻の延長線上から指3本分のところを頂点として、黒目の外側と指3本分の点を三角形でつなぎます。ちょきちょき切ってくださいって言われて、指切りますからこれ普通の人がやると。そんなことやめてください。でそんなのしないで、100均でねこういうやつもあったりとかするんですよ。これ前髪切るやつね、これなんかここに、フィルムついて目に入らないみたいな、これすごいですよね。でもねこれもねいいんですけど、はい、余計なもの買わなくていいです、これで大丈夫で。これね少しちょっとまっすぐにしてもらって、これ何回でも使えますから、長いコームにしてください。これ、ね、長ければ長いほどお客さんやりやすいんですね。まっすぐ下で切るとバツっていうラインができるんです。上にすると重なりができるんです。例えばどういうことかというと、下でこう切るとラインが出ちゃいます。だけど持ち上げると上と毛がですね落ちることによってずれますよね。そうするとあんまりラインが目立たなくなるので、少し皆さんの場合はで持ち上げるって、じゃあどのぐらい持ち上げるのかっていうと、大体ですねこの頭皮に対して45度か90度まで上げてください。これ45度、ここに対してね、ここの角度45度、これ90度、それぐらい上げた方がいいと思います。今は重ためにしたい場合45度、まあちょっと軽くしたければ90度ぐらいでいいと思います。ただあんまり上げると長さが分かんなくなるんで、はい、このような感じですね。でここはねこの100均のハサミでね、バリカンでこう行こうと思ったんですけど、バリカンって最初の入りが結構強く入っちゃうんで、長さがこっち短くて長くなったりするんで、まあ、僕はハサミでね一般的な感じでこう卓球のハサミでいいんで、はい、長さを確認してドライカットで切ってくださいね。はい、じゃあ45度で切ります。このままチョキ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 って、はい、こんな感じで切ります。はい、あとはハサミを縦にこうちょっと入れてもらえれば、工作用バサミでもいけます。はい、絶対持ち上げてくださいね。でこれだけでここね、なんとなくできますよね。はい、前髪はこんな感じです。まあ、シースルーバングの方法とかは、また別の動画でもし必要があれば皆さん言ってくれれば、シースルーバングも作れます、簡単に。スリーウェイバングも簡単に作れます。はい、で、ここからですね、ポイントです。これちょっとね、びっくりされるかもしれないですけど、もう一回じゃあイヤートゥーイヤーから止めましょう。で、そぎを使わないでどうやって収めていくかっていう部分なんですけど、はい、これイヤートゥーイヤーから今分けて、バックですね。で、またこれ使います。これを下からギュッと持ち上げます。で、ちょっと溶かしておいてくださいね。はい、このまま少し R を描きます。先ほど強い R じゃなくて、緩やかな R に設定します。で、ここもちゃんと目がね、なってるのを確認してください。今度は下から持ち上げてるんで、下が棒状で上が歯ですね。この状態です。はい、この状態で、どうするかというと、バリカン使います。ここは皆さん気をつけてください。毛先のちょっとのところをザクっていくんです。そーっと逃がしてください。皆さんザクっていかないでくださいね。そーっと音がしたらもうそれ以上深く入れないでください。音切りくださいね。切ってる音したらもうそのまま逃がしてください。これはちょっと難しいんですけど、セニング使わない方法です。いいですか。あ、ジョジョジョと落としたらもうそのまま奥に入れない、これがポイントです。これが今回の一番のポイントかと思います。薄くなってくるところはあんまりやんない方がいいですね。ジョリジョリってなったらもう離してください。それでいいです。ジョリジョリってなったら下に逃がす。こういう感じです。でそぎが入りますから、はい、でもこのそぎって結構ビューさんがギューってこうえぐってね切ってる感じに近いんで、かなり高度なそぎが入ってるんです実はね。
で、サイドいきますね。サイドね、絶対穴開けないでくださいね。で、ここも何回かコーミングして、はい、ここちょっとね、ずれてると引っかかりやすいんで、ここしっかりやって、はい、ここからね、もうすぐに薄いんであんまりやんない方がいいですね。やるのは毛先から指4本分のところ以外はやらないでください、危ないんで。はい、そーっとそーっと、こんな感じです。もうこれ以上やらない方がいいですね。これでそぎ入ってます。歯がね、こういう風になりますから、この歯がしっかりしてるかですよね。これによってコーミングが変わりますからね。はい、しっかりこの歯がなってるか確認して、持ち上げて毛先の、はい、だいたいね、下のパネルの90度ぐらいまで上げてください。で、そーっと逃がす。そーっと逃がす。これですね。本当は営業でも使えるんじゃないかな、ぐらいの感じです。はい、こんな感じです。で、あんまりね、もうこうやって透けてるところ、こういうところはもうね、あんまり入れない方がいいですよ。ね、透けてますから。はい、これでですね、じゃあ、ね、防具ができました。でね、結構ね、ゴムで留めて、切る自分の方法とか、結構皆さん、YouTube 見てると、僕結構最初に、考えてやったんですけど、結構いろんな人真似しててですね、あとこういうの使って、こういうの使って切ったりするやつとか、結構みんなパクられるのはまあいいんですけど、なんかあたかも自分のような自分で考えたみたいな感じにちょっとやられてるのちょっと嫌なんで、あまり皆さんパクんないでください。そう、そういうパクリ動画がね、結構多くなっちゃうんで、そういう意味でも皆さんシェアしていただければ、この人のが大元なんだなっていうのが分かっていただけるんで。うちね、結構今おすすめしてるのがヘアリーのバームワックス、これすごい使いやすいんですけど、結構ね、カットする前にこれつけてもいいかもしれないですね。その方がまとまって切りやすい場合もあります。僕は結構これカットする時も使ったりはするんですけど、これ一切セニング使ってない状態ですけどね、このライン出せるんですよ。綺麗じゃないですか。で、前髪もこう、こういうところちょっと出ますよね。そしたらこうやって美容師さんみたいにこうやって切る必要ないですから、こんな切り方しなくていいんで、出たとこ引っ張ってバツって切ればいいですよ。そのまま出たとこ引っ張ってバツって、はい、こんなね、指切っちゃうんでっていう感じで。で、襟足のところとかもしね、出そうなところあったら、まあ、追加一言でちょん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 ってこう切ってあげるぐらいで、はい、この100均のハサミでも切れますんで、中からグーッとえぐった軽さが出てるんで、ここもね、ニュアンスも少しかっこよくなって、美容師でやってるみたいな感じじゃないですかね。まあ、ほんとね、簡単な、すぐ簡単に切れそうでしょ。これね、さきさんの方にもちょっとチャレンジしてもらって、で、このね、ちょっと隙間とか、この横の隙間とかもさっきのえぐるやつで出るんで、ほら、結構綺麗じゃないですか。こうピアスしても結構かっこいいと思うんで、で、これお子さんにやっても絶対かっこいいんで、こういう風にできればいいかなっていう風に思います。まあ、これ